人工知能を基盤とする産業用ロボットの研究開発と認識クラウドエンジンの構築、コンピュータの中でバラ積みを再現する物理シミュレータを走らせることで、わずか約1日で物理シミュレータでの学習ができます。また部品同士が絡まないようハンドによる端姿勢を自動的に選択できるのが特徴です。将来的には部品供給作業のロボットによる置き換えのさらなる進展が期待されます。